フレデリック・スワードフレデリック・ウィリアム・スワードは、アメリカ合衆国の政治家。1861年から1869年まで、また1877年から1879年まで、アメリカ合衆国国務次官法を務めた。1830年7月8日、スワードは、ニューヨーク州オーバーンにおいて、国務長官、ウィリアム・ヘンリー・スワードとフランシス・アデライン・スワードの、 次男としして誕生したスワードは1849年にユニオン大学を卒業し、1851年にニューヨーク州ロチェスターで弁護士として認可を受けた。スワードは1849年から1857年まで父親の秘書として働き、1851年から1861年までオールバニー・イブニング・ジャーナルの副編集長を務めた。 スワードの父親が1861年に第24代国務長官として指名されると、スワードは第6代国務次官補に任ぜられた。スワードはエイブラハム・リン・カーン大統領とアンドリュー・ジョンソン大統領の下で領事館の管理を任された。スワードは1869年まで国務次官補を務めた。 フレデリック・スワードを拳銃で殴打ーーするルイス・パウエル1865年4月14日、ワシントン DC のフォード劇場において、リンカーン大統領暗殺事件が発生した。犯人グループはこの時、政府高官を同時殺害する計画を立てており、国務長官であった父のウィリアム・スワードの暗殺は、ルイス・パウエルが担当することになっていた。パウエルはまず国務長官。 ウィリアム・スワード邸に侵入することを起都し、応対した使用人、ウィリアム・ベルを医薬品の配達のために来たと欺いて邸内に入った。だがその時家に行ったフレデリック・スワードは配達を依頼した覚えがないがないことを疑問に思い、パウエルを立ち去らせようとした。パウエルは暗殺の邪魔立てをするフレデリックを排除するため、フレデリックの頭文に拳銃を向けて引き金を引いたが、 幸運なことに銃は不発だったため、パウエルはフレデリックの頭部めがけて拳銃を数度振り下ろして殴打した。その結果、フレデリックは脳震盪を起こし、床へ崩れ落ちた。その後パウエルは国務長官ウィリアム・スワードの部屋へ押し入り、ウィリアムの顔や首を数回にわたって刃物で突き刺した。パウエルはさらに、ウィリアムの末娘ファニー・スワード、 長男オーガスタス・スワード、看護兵、ジョージ・ロビンソン軍曹、思想員、エメリック・オンセルラ、その場に居合わせた人々を次々と負傷させた。1874年、スワードはニューヨーク州下院議,議員に選任された。スワードは1877年から1879年まで、ラザフォード・ヘイズ政権のエバーツ国務長官のもとで2度目の国務次官補を務めた。 スワードはまた、1872年に死去した父親の自助伝や手紙をまとめ、出版した。スワードは、ニューヨーク州オールバニ出身のアンナ・ウォートンと結婚し、ニューヨーク州モントローズに建てた辞邸で晩年を過ごした。スワードは1881年以降、法律専門家としての講義活動や執筆活動に専念した。1915年4月25日、 スワードは85歳で死去した。スワードの遺体はニューヨーク州オーバーンのフォートヒル墓地に埋葬された。スワードの死の翌年1916年南北戦争に関する政治活動を描いた500ページの書籍レミニセンシーズ・オブ・英ー』タイムステーツマンディプロマット1830から1915が刊行された。ありがとうございます。